ではね、撮影日翌日なんですけど、一応ウールボックスをまあ前日にね接着して、でまあとりあえず水洗いしてね、でウールマット乗せるためにね、猫よけと鉢底ネット、それを敷いて、とりあえず蓋をね、ろ過層の蓋をちょっと加工して、でこの、ダブルサイフォンの方から来る水が入る、これですね、これこの部分、ここがうまく引っかかるように、ちょっと長さを調節して、であとはね、反対側の斜めにカットしたところは、今度はポンプの方からね、ずっと今度水槽に水が行くように今度は配管組むんですけどね、まあ一応配管というかホースになりますね、途中までね、そのホースが通るようにコーナーをカットしました。これで、ろ過層っていうものは完成っていう感じになりますね。だからあとは、ダブルサイフォンの配管を組んで、実際完成っていう感じになりますので、これからね、ダブルサイフォンの方をちょっとまあ水洗いでね、ちょっと前日洗浄してますんで、洗浄したダブルサイフォンをちょっと水槽の中にねちょっと入れて、であとは配管をちょっと組んで、で試運転っていう感じでやっていきたいと思います。まずね、このパワーフィルター、あとプレフィルターコークつけてね、これ中に入ってますけど、これねちょっと邪魔になるんで、これは一旦外します。で外してろ過層に入れられるようなら、ちょっとろ過層にね活性炭フィルター付け替えてちょっと入れたいと思います。次にね、このダブルサイフォン、これをちょっと合わせてみますね。この辺だと大体ね、このダブルサイフォンの配管も左に来るように、ちょっと水槽をずらしたんだけど、まだちょっと足んない感じだね。ちょっともうちょっとね水槽をずらします。よし、こんな感じでね入りました。で結局今の水面と同じぐらいの高さで、このねダブルサイフォンのここねが合ってると思うんで、これはちょっと計算してちょっと作りましたね。じゃあね、あとはこの下のね配管部分、配管部分ちょっと作っていきたいと思います。でね、バルブをちょっとつけるんですけど、これね、こういう風にかましてね、やるんですけど、これね、接着してもいいんですけどね、接着するとちょっともったいないんで、これね、この白テープ、これね、防水テープっていうのかな、これをちょっと巻いていきます。で、ダブルサイフォンのから来る配管の継ぎ手の部分にも全部これを巻いていくんですけど、こんな感じでね、だいたい10周ぐらいとは言ってるんですよね。あんまり巻きすぎても、ダメだと思うので、でなんでこれにしたかっていうと、結局排水だからなんですよね。
これね、圧力がかかるところだと結構ちょっと後々大変かなと思うんで、こう圧力がかからないこの排水の部分だと、うん、結構ねこれでいけちゃうんです。圧力かかる、まあポンプからね、あの水槽へ行く方なんかは、まあこれもいろいろ言われてますけど、まあ私はこのぐらいでいけると思いますね。あの水中ポンプの圧力のやつだったら。ただちょっとこうポンプのね、あのパワーが大きいパワー使ってる、うん、大きいそのね流量っていうかパワーがある水中ポンプ使ってる方だと、うん、ちょっとねダメかなと思うんで、なかなか結構難しいんですよこれもね。まあ自己責任で確実にね、あの確実にあの絶対水漏れしたくないっていう方は接着した方がいいと思いますね。うん、いやこんな感じでね、ちょっとこれで様子見ます。漏れるようだったらちょっと考えますけど、これでちょっと様子見たいと。はい、こんな感じでね今配管できました。バルブちょっと落ちててね。で一応これ継ぎ手にちょっと白テープをね、あのこれから巻いて、今仮なんでちょっとあの白テープ巻いて、でグッと力強くちょっと入れてね、でそれからちょっとテストをしたいと思います。うん、ちょっと暗いんですけどね、こんな感じで白テープ巻いたんでね、これでこうウールボックスに打ってね、でウールボックスからろ過装うん、感じになると思いますね。じゃあね、実際このダブルサイフォンが、今ちょっとね水面より下にあるんで、これで水が出てくるかどうかちょっとテストしたいと思います。ちょっと一人でねこの撮影もやってるんで、ちょっとね一回やってみて、まあその結果をねちょっと皆さんにお見せできればと思います。なかなかねちょっとスタートシーンはできないかもしれないですね、撮影できないですね。だからちょっとテストやってみます。んどうでしょう、ほら動きましたよ。今ねちょっと蓋外してますけど、こんな感じでね今ウールボックスの方にちょっと水がずーっといって、で、ろ過装の方に溜まっていくと。まだ溜まっては来ないですけどね、そこまでね。うん。うん、ほら。結構勢いがいいんですよ、こうやってね。うん。いいんじゃないかな。これで、ちょっとバルブをね、ちょっと閉めますね。そうするとこうやって閉まります、止まります。こうやってねバルブを閉めると止まります。開けるとわっこんなに出てきます。でまた閉めると、これ出てきます。だバルブをねつけないとここで排水の調整ができないんでね。でこの排水の調整するのになんで調整必要なのかなぁと。これ結局水中ポンプが吸い上げた水の量で結局出てくるだけなんですけどね、このダブルサイフォンってね。でもこのバルブをつけることによって何が防げるかというと、ダブルサイフォンの中に水がこう吸い込まれるとき結構うるさい音するんですよ。で、その吸い込まれるその流量というかそれを調整するのが結局このバルブなんですね。
だから、音がするかしないかぐらい、まあ音がするかしないかっていうか、音がしないぐらい絞っちゃうと今度逆に足らなくて溢れちゃうっていうのもあるんで、そのギリギリのところでね、ちょっとバルブを調整するっていうのがあるんですけど、それで音はね、少し軽減できると思います。あとはメンテナンスの時にね、やっぱりバルブ閉めてた方がいいと思うんでね、今度リスタートする時にね、バルブを開けるだけでリスタートできますから、でそういう時はバルブを閉めた方がいいと思います。これね、リスタートする前にバルブ開けたままメンテナンスをやってしまって、このダブルサイフォンの配管の中に入ってるこの水がね、ちょっと足りないとリスタートちょっとできないんですよ。だからもう一回ね、この配管のね、この先にちょっとまあ直接やりたくない人はちょっとホースかなんか入れてやったらいいと思いますけど、これ吸い込まないといけないんですよ。私こう口で加えて、ここをね口で加えて息を吸うで、吸い込むことによってダブルサイフォンの配管中の空気っていうのが抜けるんで、それでこの排水っていうのができるようになるんですね。だから、そういうのもね、毎回毎回やってらんないんで、なのでまあメンテナンス時はこの排水をねちょっと閉めて、このバルブ閉めて、このメンテナンス時はこのバルブを閉めてメンテナンスして、でメンテナンス終わって水替えなんか終わった後にこのバルブを開けるということで、リスタートが比較的ちょっと容易になるかなと思います。やっとここまで来た、ちょっとね、いろいろね、用事もちょっと急用もあってね、なかなかちょっと進まなかったんですけどね、作業がね、ようやくここまでね、たどり着きました。まああとはね、このウールボックスにウールマット入れて、であとはろ過層にね、土材を入れて、で水中ポンプから今度取水の方にね、配管をして、それで完了という形、完成という形になりますんで、とりあえずね、今のところこのダブルサイフォンのテストはちょっと成功という感じですかね。こんな感じでね、これ取水パイプ、できます。本当はね、これこの外部フィルター外すつもりないんですけど、外部フィルターの排水と逆なんですけどね、一応こっちにこのままこうやってつけてみて、こんな感じかな。で、この途中は全部ホースでいきたいと思うんですね。意外と多分ホースでも漏れないと思うんです。前メダカマンションね、ちょっとベランダに作った時にホースでポンプから行って漏れなかったんで、多分大丈夫だと思うんですけどね。じゃあね、今回使う水中ポンプなんですけど、これね、ネオジェットナプコのね、水中ポンプ。NJE1700。これを使いたいと思います。これもともと私海水魚で使ってたポンプなんですけど、結構ね、パワーもあるんで、で、あとはなんといっても、水を吸い上げる高さ。これがね、結構2メーター以上高さ上がるんですね。まあこれが一番ちょっと重要でして、これがね、高さが低いポンプだと、例えばその高さギリギリのところで配管をね組んでしまうと、その高さまでマックスの流量がいかない可能性があるということなんですね。で、うちのこの水槽、まあ言っても多分1メーター50センチとかそのぐらいなんですけど、ちょっとかなりちょっと余力を残しておいた方が流量がね、多くできるということで、まあマックスね、これ1700回転なんです。この1700リッター、これ1時間あたり1700リッターを送ることができるということなので、
今90センチ水槽だから、まあマックスでも150リッターなので、10回転ぐらいは多分いけるんじゃないかなと思います。で、10回転ぐらい回してた方が、まあろ過はちゃんとできるということなんで、あの10回転ちょっと回せるようにちょっとこのポンプ選んでみました。で、このね、先に、このホースを差し込んで、で、ホースの先に先ほどの、あの、取水の配管ね、そちらをつないで、これで大丈夫かなと思うんですけど、とりあえずね、ちょっとポンプ、つないでみたいと思います。じゃあ、こんな風にね、取水パイプの方も、こうやってホースにつなぎました。まあ、ここからね、ちょっと水が漏れるかどうかは、ちょっと動かしてみてね、ポンプを動かしてみてからの話になると思うんで、とりあえずね、ちょっとこれで、ちょっと運転できればと思います。でね、あとね、これ、取水の口なんですけどね、先なんですけど、これ水面より中に入ってると、ポンプを止めた時にね、逆流してくるんですよ。で、一応逆流まで見込んで、ろ過層の水位っていうのを一応考えてはいるんですけど、まあ最悪ね、ちょっとろ過層が溢れるようだったら、まあここで、ちょっとね、網気味にすると、いいかなと思ってるんですけど、こんな感じでね、ちょっと網気味にするといいのかなっていう感じですね。じゃあね、ちょっと試運転してみたいと思います。はい、こうやってね、とりあえず今水槽の中に水をちょっと注入しながら、今ろ過層に水を溜めてるところですね。こんな感じ。ちょっと暗くて見えないかな。こんな感じでね、今んところ水漏れはなさそうですけどね。で、今の感じではもう水道のこのホース、まあ蛇口から来た水が入ってる、結構強い勢いで今入れてるんですけど、これの流量に十分対応してますね、このダブルサイフォンね。ほら、水面が増えてる様子がないんで、とりあえず排水量としてはもう申し分ないと思いますね。あとは今の音なんですけどね、こんな感じ。これをもうちょっとね、バルブ閉めると、もうちょっと音は抑えられるかなと思うんですけど、あんまりね、締めすぎると今度は排水できなくなって水槽溢れてしまうんで、まあその辺ね、ちょっと加減してやっていければと思います。で、あとは今このポンプのところね、今水が今溜めてるような状況なんで、まあ溜まったらポンプオンしたいと思いますね。溜まってきたんでね、ポンプをオンにしたいと思います。そうすると、これ今マックスの流量でね、今水上げてるんですけど、吸い込んで上げてるんですけど、ポンプで。こんな感じです。かなりの量が入っ、まあ出てきますよね。ただこんだけの、流量でろ過をするっていうことなんで、やっぱりオーバーフローっていうのはね、やっぱりろ過能力は高いと思いますね。いいんじゃないでしょうかね。はい、今ねポンプをスタートした勢いで今どうやらこの、やっぱりね、ずれちゃうんですよね。
でもまあまあまずまず、うん、水は出てるかなと思いますね、まあ大成功っちゃ大成功なんじゃないですかねこれね、一応ねホースとかも洗ったといえば洗ったんですけどね、これ見てください、やっぱりね少しあれかな、少し水が漏れてくるかもしれないですねこれね、ほんの微妙な量だと思うんですけど、まあまあちょっと様子見ながらね、ポタポタ垂れる程度じゃないんで、もうちょっと様子見ながら、あんまりひどい時にはちょっと配管ね、ちゃんとできるようにちょっと考えていきたいなと思いますけどね。はい、ちょっと蓋の加工もねしてみたんですけど、これなんかわかるかなこういうカットはちょっと難しいかもしれないですね、ちょっと割れちゃいましたまあでもとりあえずこれで、であとはねここねちょっと飛び出し、ちょっと怖いんですけど、まあちょっと様子見たいなと思います。そうですね、本当にあの穴がないと大丈夫かなと思うんだけど、他のやつね、ちょっとわかんないんで、ちょっとここはまた塞ぎたいなと思います。じゃこれでねちょっと様子見て、あとはろ材とウールマットね、セットして、であとは水槽の中のね、ヒーターとかちょっとろ過槽に映せるものはちょっと映したいと思います。